暇な空白チャンネル。どうも、認知プロファイリング探偵暇空あかねです。助手の鳴子です。ひろゆきさんとお留守場してきました。またどうしてそんな。まずいつも通り石丸真二研究をしてたんだけど、ひろゆきが今さら小池百合子の学歴叩きをしているのを見つけた。小池百合子を叩くなら国媒敗訴でも公約削除でももっとやべえネタがあるのに、今さら学歴でトレスした。するとひろゆきが小池百合子擁護派になったんですねと乗ってきて、レスバ開始ってことですか。そうだね。国媒敗訴でも公約削除でも若草ボンドパップスコラボ問題でも住民訴訟でも住民監査請求でも好きなのどうぞ。あれ、でもレス来ないですよ。ああ、うん、最初30分くらいはレス来なかった。あ、ほんとだ。30分くらいしたらレス来ましたね。石丸真二が当選しなかったら小池百合子か蓮舫が当選する可能性が高いから、小池百合子と蓮舫を応援するのと一緒だって感じですね。気質のネタで叩いても効果が薄い。小池百合子を叩くならもっとヤバいネタがある。石丸真二は関係ない、奇弁だ。当チャンネルでも何度か取り上げましたね。小池百合子を批判するのは過去に逃げ切りに成功した学歴ネタばかりで、まるで安心して逃げ切ってもらえるネタとして叩いてるポーズだけ撮ってるかのような。あ、また次のレスが来ましたね。誰を当選させたいんだ。誰を当選させたいか答えると公職選挙法違反になるから答えられない。特定の選挙で特定の候補者を当選させる目的での活動が慈善活動で違法ですからね。まあ割と線引きは緩く、立憲共産党は慈善活動しまくりなのですが、法律ですし守るに越したことはないです。石丸真二の有料広告や2件の裁判にどう思うか聞いてみたよ。公職選挙法違反にはならない。詭弁はやめてください。おお、ひろゆきお得意の、オウム返しですね。共産党と強いつながりがあるコラボ代表2党夢野さんの慈善運動を告発しようとした時、要件は満たしているけど、フォロワー数で不問とされたことがあるんだよね。要件を満たしている以上、あとは警察のさじ加減ですからね。お、返事が来ましたね。360万フォロワーのホリエモンが、公職選挙法違反になってないから嫉妬。フォロワー7万の共産党と強いつながりがあるコラボ代表2党夢野さんの慈善運動も要件は満たしているって話、無視されました。警察が常に同じ対応をするわけではないから、自衛のため21日以降に答えますね。僕からの質問に答えてください。回答来るかな、ワクワク。ツイッターで応援して逮捕された一般人はいない。よって公職選挙法違反になるなら貴殿は運動員。前例がないからでアホか。ちょっとよくわかんない掘り口ですね。翼の塔の逮捕も初だったしね。とにかく僕は21日過ぎたら答えるから、石丸真二の有料広告と裁判2件敗訴どう思うか答えてくれないかな。誰を当選させたいか答えろ、つまり慈善運動しろと言ってくるの。頭おかしくなったのかな。慈善運動しろなんて書いてませんよ。ああ、ほら追加でつつくなんてするから。また質問スルーですよ。質問をするときは聞きたいことだけ聞かないと。特定の選挙で特定の候補者について投票を得させるように働きかけること、これが法律上慈善運動になるから、僕は自衛のため21日まで回答しないと言ってるのに。それで石丸真二の有料広告慈善運動と敗訴2件どう思うんですか。よくないですね。えらいシンプルですね。なんだかまるであまり触りたくないかのような。石丸真二、小池百合子、蓮舫しかいないなら蓮舫は論外、石丸真二も論外、消去法で小池百合子になりますが、公示日まではっきりとしません。石丸真二の有料広告の件だけでいいから意見聞かせてもらえる。あまり触りたくなさそうだったのに。小池百合子擁護派になったんですねという予測が当たってたので満足です。石丸でなくても若い人が都知事になるなら満足です。うん、答えてるように見えて有料広告についてどう思うかにはやっぱり触らないですね。選挙ってのはゲロとゲリクソと生ゴミの3つがあって、どれを口に入れるか選ぶものです。小池百合子擁護などしてません。例えが汚い。小池百合子擁護なんてしてないので一緒に攻撃しましょうよ。住民訴訟の資料いります。あと石丸真二の有料広告について答えてくださいよ。
石丸真二よりもっと若い候補者がいるというリプに、自分がツイートした時点では石丸真二より若い行政経験のある人はいなかった。おお、いつものひろゆき節ですね。後付けでしれっと行政経験があるを条件に追加です。僕の質問に答えてくれないかな。相変わらずまるであまり触りたくないかのような、よくないですの一言ですか。なんでここだけ一言化するんですかね。じゃあ石丸真二は良くないし、もっと若い人ならいいって言うんだから、もっと若い人応援しててください。消極的に小池百合子を応援する、つまり消極的に小池百合子の当選を望む、つまり消極的に小池百合子を擁護。これならわかります。来ちゃない選挙制度の例え、理解してもらえてないですね。どんなひどい候補しかいなくても誰か一人を選ばないといけないのに。消極的に小池百合子を応援しても、若草ボンドパップスコラボ問題の住民訴訟は続けるし、擁護なんてしてないんだけどな。若草ボンドパップスコラボ問題を解決したいなら小池百合子以外の方がいいと思うよ。これはこれとこれがこうなって、こうなるかもしれないので、少なくとも蓮舫氏が若草ボンドパップスコラボ問題を追及するとは思えないのですが。怖い想像しないでくれない。ひろゆきさんって若草ボンドパップスコラボ問題をくだらないみたいに言ってたのに、突然解決したいならって不思議っぴね。石丸真二は得体が知れず、中国の業者の工作が半端なく、本人の人間性も褒めるところがない。東京の未来を考えても石丸真二だけは応援できない。恫喝裁判で敗訴し、ポスター代裁判でも敗訴。普段の言動も最悪で、見え見えの嘘をつく。しかも蓮舫を超える有料広告の事前運動をしてる。もうそんな長く語ったら答えてくれませんよ。これは小池百合子以外が当選したら前の知事がやったことなので、知らないとならないかという人に対して争うメリットがないもんって言ってますね。でも先ほどお見せしたツーショット2枚から想像できる交友関係はメリットがないにはならないと思いね。それってあなたの感想ですよね。石丸真二も蓮舫も若草ボンドパップスコラボの傀儡だったら、逆に締め付ける可能性もありますよね。ですからこの写真を重ねね。自民党筋？公明党ですよ。なんか急に政党名出てきましたね。ひろゆきってそういう政党では判断しない的なキャラ作りしてたイメージなんですけども。川松都議も公明党から圧力かけられる前は一応調べようとしてたみたいですよ。自民党と浜田さんだけがまだ調査してますよ。ひろゆきさん首はエロー豪華になりましたね。首は綺麗ですね。以上、ひろゆきさんとのレスバでした。いかがでしたか。あと石丸真二さんとの対談も決まりました。6月15日20時からです。スペース連れ込みおじさんだ。それでは石丸真二さん対談でお会いしましょう。